しい、この3つすごい美味しい。毎度ワイン三昧竹舞です。今回はブルゴーニュ以外のピノノワール世界各国6本を飲み比べして、ブラインドで忖度なしでどれが一番美味しいのか勝手に検証していきたいと思います。イエーイ。はい、6本飲み比べるっていうのはね、初めての企画なので、サクッとね、全部紹介していきたいんですけれども、まず1本目はドイツですね。ワイングートフォンウィニングピノノワールでございます。こちらね、老舗のワイナリーでお値段8600円ぐらいですね。で、中でも小粒のね、味わいの凝縮したブドウだけを使って、まあフレンチヨークを使って高い比率でのシンダルを使っての醸造しているとのことでございます。気になりますね。続いて2本目、はい、スイスのドメーヌ・アンリ・クルションという作り手のピノノワール、お値段6800円ぐらいでございます。スイスのね、西部のボーシュっていうところで作られたピノノワールですね。まあ、ブルゴーニュとも緯度が似てるって言われているんですけれども、まあ、どんな作りか気になりますね。はい、では3本目は日本はルミリューという作り手のシリウスピノノワール、お値段5600円ぐらいですね。こちら長野県のワイナリーなんですけれども、塩瀬さんと斉藤さんというね、若手醸造家の2人が30歳の時に2018年に立ち上げたワイナリーということで、まだまだ歴史が浅いんですけれども、なかなか手に入らないということで、飲んだことないんですけれども、どんな味わいでしょうか、楽しみでございます。ちなみに醸造はこちらはステンレスタンクと、樽どちらも使っている、そんな作り方でございます。はい、4本目は南アフリカから、はい、ザ・ビエルジュという作り手のザ・アフェアピロノワールですね。お値段は4800円ぐらいでございます。はい、でこちらは南アフリカの中でもすごい冷涼な産地でいいワインができるとされているウォーカーベイ、大西洋の涼しい影響を受けるね、冷涼なエリアで生まれた、はい、そんなピノノワールですね。こちらも、フレンチオークを使って醸造していて、シンダル比率は 25% と。全然わかんないですね。どうなんでしょうね。はい、では5本目はモルドバから。モルドバのピノノワールって初めて飲むんですけれども、エ・チェテラという作り手のピノノワールプレミアム、お値段は7000円くらいということで、すごい高いですね。なんかモルドバの中でもハイエンドなレストランでしか飲むことができない希少なワインっていうことで、なんかモルドバのピノノワールの進化を知るためにはこのワインは最適な1本だと、はい、言われておりました。ちょっとモルドバだけは本当に想像がつかない、飲んだことがないから。では最後6本目、フランスなんですけれども、アルザス地方からドメーヌ・リーフレという作り手のピノノワールとルファックということで、こちらのワインはね、売ってないかもしれない。お値段はまあ5000円くらいなんですけれども、すごい少量生産なのかな。アルザスはちょっとブルゴーニュよりもまあ冷涼な産地になりますので、まあちょっと味わいも結構繊細なんじゃないかなと思っております。ちょっと今のところ予想でどのワインが一番美味しいんじゃないかって予想しますね。ピはどう思いますか。まあ、気になるのはスイスかな。スイスですね。まあ、でもどれも結構いい値段がするよ。そうだね、一番高いのはこちらか。ドイツのピノノワールが8600円。でも南亜とかもね。そう、南亜もウォーカーベイっていうのは本当にね、素晴らしい産地で、ウォーカーベイの中でもさらに冷涼な産地のワインなのでこちらですね。いやー気になる全然わかんないわ。チャットで、まあ本当に今回忖度なしで、ね、このワインが一番美味しかった、美味しいピノノワールだっていうのを勝手に決めていきたいと思います。それでは早速検証していきます。イエーイ。はーい、並べてもらいました。1番から6番ですね。で、さっきのワインの1番から6番の順番とは違うので、みなみちゃんだけ答えがしてるんですけれども、早速一つずつ香りをね、取っていきたいと思います。あー、いい香り、結構華やかな香りですね。1番、次、はい、2番、サクサクといきます。2番が香りが飛んでこないね。なんか土っぽい感じする。土壌が粘土質なんじゃないのかなみたいな感じ。はい、3番はこう華やかなピノノワールの可愛らしさを感じる素敵な香りがしますね。そう、4番がなんかパッと嗅いだ感じ、一番ねブルゴーニュに近い香りっていうのを感じましたね。わかんない。フランスのアルザスとかドイツとか。はい、次5番はね、すごい優しいお出汁のような香りがしますね。はい、次6番、6番はね、あんまりね、嗅いだことない香りしてる。これモルドバなんじゃないかなね。で、色がね、パッと見る限り4番が一番暗くって、次2番って感じかな。
ちょっと2番全然分かんないですけど、はい、P も今同じことやってますので P いかがでしょうか。うん、5番がやっぱ特色があるね。うん、以上。うん、あとはもうよく分かんない国当てクイズじゃないから、どのピノノワールが一番好きかっていうのを言っていく感じなんで、じゃあ味わい行ってみたいと思います。じゃあ1本目飲みたいと思います。1本目ね、好きですよめっちゃライトな答えしちゃって申し訳ないけど、樽を効かせてるんだとしたら、あんまりねタルタルしてない感じがするね。優しい樽の付け方をしている。そしてやっぱピノで大事な冷涼なニュアンスっていうものも感じましたね。次2番いきます。2番はね、今までいろんなピノノワールを飲んだけど、なかなかねそこからは感じ取れない味がした。なんかね、南アフリカ？嘘！なんかね、鼻から抜ける感じがちょっと獣っぽい感じがするというか、で、色合いも結構濃いから、これは暖かい国なんじゃないかな。でもどこが暖かいのかこの中でよくわかんないんだけど。で、次3番いきます。3番ね、結構ね、あの好きな香りした。フランスではないな、アルザスではないのが香りでなんとなくわかる。ライトだね、ちょっとだけこうなんかピノにはあんま感じない野菜感があるような気がする。スイスだと思うね。はぁ、あ、はぁはぁ、スイスね。あーちょっとわかる気がする。スイスちょっと軽めじゃない、軽め。はい、次4番。4番も色濃いですね。4番好きなんだよな。うん、アルザスかね、ドイツだと思う。結構私ドイツのワインも好きなんですけど、ファルツよりさらにあったかいバーデンのドイツが好きだから、ファルツになるとちょっとどうなのかなっていうところがあるんですけれども、ご飯はね、ほんとね、可愛らしい、チャーミング、だし、うまみっていう感じがあって、色合いもね、透明感がありますね。透明感というか薄い感じ。こちらはもうジャパンでしょうね。美味しいです。うん、あのルミリューのお二人実際にお話ししたことあるんですけど、とってもいい方ですよ。今度はイベントでね、日本ワインの作り手さんがいっぱいいて、でちょっとずつグラスで飲めるみたいな感じだから、絶対飲んだは飲んだんだけど、もういっぱいありすぎて忘れちゃった、申し訳ないじゃあ次6番。え、待って、なんかピーの言葉に左右されそう。私ね、2番がねモルドバだと思う。6番はね、酸がしっかりあるし、あとね結構アルコール度数感も感じたんだよね。だからドイツ、アルザスは違うなっていうのは思った。やっぱね4、3、1なんだよな、美味しいの。あと1本ちょっと前に開けたやつがあるね、多分。あ、そっか、それは酸がしっかりしてるはずだ。上位チームと下位チームに分けたいと思います。1、3、4が上位チームですね。2、5、6が私の中で下位チームでございます。申し訳ない。なんか下位チームとか、いや美味しいんですよ。でもね、2はない。2は一番下だわ。なんか6番はチャーミングなんだけど、なんかそれだけでつまんない。だから下位チームは5、6、2の順番かな。下位チームって言ってなんか申し訳ない、本当に生産者さん見てたら。やっぱり私4が好きだわ。4のね、この複雑な香りを感じるんですね。ということで、うだうだやっててもしょうがないので、私の中で好きな順番が出ました。最初から言うよ。4番、3番、1番、5番、6番、2番です。 P 決まった？ 1、3、4はコーツつけがたい。つけがたい。3はこの値段になったら全然悪くないかな。5000円から8000円のレンジ。うん、3なんかさ、ちょっとバニラっぽい香りもしてきた。そんなポテンシャルがそんなない。そんな熟成できない。なるほど。まいちゃんのファーストインプレッションはかなりいい線いってた。あ、本当に？忘れちゃったよ。ファーストインプレッション忘れちゃったよ。でもこれはね、ドイツかフランスのアルザスなんだよね。でもドイツってこんな色濃くならないと思うけど、アルザスも言えることなんだよな。なんか全部は分かんないんだよね。シンダル比率がドイツは高いで、スイスは分かりませんと。で、日本はステンレスとフレンチオークで、南亜はフレンチオークでシンダル比率 25% で、モルドバも分かりません。フランスも分かりません。1番ね、あれ、え、ちょっと待って、順番が変わった。飲んでいくうちに、そういうもんだよね。3番アルザス、5番日本、モルドバ、スイス、スイス、スイス
わかんない、もういいや。一番美味しいと思ったのは4番です。で、私的にはドイツだと思いました。理由は樽を全部使ってる、ね、醸造方法なんだけど、その中でもまあさらに新樽比率が高いということで、樽にも負けないブドウの強さっていうのを感じたんですよね。めっちゃ真顔で言う。 B は？一番美味しいの？うん、わかんない。そのままちょっと時間経ったら結構まとまってきた。じゃあ3の産地はどこだ？わからない。ずる。じゃあ 2番以降言いますね。もう難しすぎる。2位が1番、3位が3番で、5、6、2っていう順番になりました。あのね、結構ね、4、1、3は難しかった。さっきまで1と3別だったんだけど、なんか1のスパイシーさがすごい美味しく感じてきて、で1に昇格しました。もうね、これもうブラインド当たんないものだから。で、私の予想だけど、1はね、なんか南アフリカかなーみたいな。3番はなんかすごいね、綺麗でチャーミングで、で綺麗な感じで3もしっかりあるみたいな、なんか上品な感じでまとまってるから、アルザス、フランスアルザス。5番はこの地味深さ、すごい出汁っぽい感じ、美味しいですね、美味しいですねって4番目にして本当に申し訳ないんですけど。で、これは日本のルミリューさんだと思います。6番が1、3とちょっと似てるんですよ。でも外していくとスイスになるのかな。で、2番がもう未知の味すぎて、なんか土っぽさがモルドバのワイン飲んだ時に感じたので、モルドバかなって思いました。これは、2が南アカの、5が日本、6がモルドバ、あとはよくわからない。あ、そうだ、フランス結構前に P が開けたやつをね、開けた。3のような気がするんだけど、ただ俺は4に近いような気がする。でもさ、4さ、コラボで開けたとしてさ、私一番美味しいにあげてるから、そしたら本当にポテンシャル高いってことやな。はい、ということで答えをいきますか。みなみちゃんがね、ずっとニコニコうなずいてるんですよ。まーちゃんさすがだけどね、ちょっと惑わされちゃったよね、途中ですね。じゃあまーちゃんが一番美味しいと言ってたのは4番です。4番ですね、4番はこれです。あ、高いのが好きだ私とか言って。当たった、4番ドイツ当たった。次に美味しいって言ってた1番が、1番はね、南アって言った、スイスでした。あ、そうなんだ、このスパイシー感スイスだったんだ。え、すごい美味しい。で、次3番はアルザスと思いました。南ア、嘘、美味しい、この3つすごい美味しい。次、はい、5番は日本だと思いました。日本で合ってました。うん、やっぱ日本ワインはなんだろう、日本人だから分かるよねとか言って。6番が、私はスイスって言ったけど、もう残されてるのはアルザスかモルドバしかないから、6番がアルザスだ。嘘、まいちゃんはじめ6番モルドバって言ってた。あ、本当に？最初言ってたんだ。6番はね、あんまりね、嗅いだことない顔してる。これモルドバなんじゃないかな。くそー、ファーストインプレッション大事だね。じゃあアルザスが1番ってこと？アルザスが 2? あ、2番。嘘、なんでアルザスは多分状態悪かったかもしれない。コラボだけれども、結構前に開けてたから香りが飛んじゃったってことという結果になりました。イエーイ、まさかの展開、アルザスがここにいる。私ここにいる予定だったんだけど。え、ナーってすごいね。なんか3番目だけどめっちゃ美味しかった。なんか途中まで私2番手にしてて、で1番がポテンシャルがクイッて上がったから順番入れ替わったんですけど、マジで美味しい。ナーはうまいっす。もうちょっとなんか荒っぽさというか、土っぽさ、荒っぽさがあったなって思ったけど。じゃあ私が当たってたのはこの日本とドイツだけだ。途中までモルドバ当たってた、ね、当たってた。そっかー、いやー面白かった。え、ドイツ最近来てますね。なんか本当に気候変動でどんどん寒かった、冷涼な産地ピノノワールが作れなかった、ね、シャバシャバなものしか作れなかったっていう産地がどんどん果実味豊かなワインが作られるようになってきてるから、前私ね、ニューズピックスさんでね、取材受けた時も今後注目の産地としてドイツを挙げたんだけれども、いいですね、ドイツ来てますねっていうことが分かりました。イエーイ。ということで、はい、一旦この動画を締めたいと思いますが、今回のワインは基本的にね、5000円以上と、なんか P のコレクションから使ったから高いんですけれども、3000円ぐらいで、めちゃくちゃ美味しいピノノワール3選の PDF を、はい、概要欄の URL に登録してくださった方に無料でプレゼントしたいと思います。
他にはですね、あの公式 LINE に登録するとおすすめワイン30選の PDF も無料でお送りするし、私が主催しているオンラインサロン家飲み三昧部のご案内も、はい、あの LINE 読者限定に行っております。ここではですね、このワインをね、今からですね、あのオンラインサロンのメンバーと飲みたいと思っておりますので、こんな感じでね、みんなでワインをね、身近に楽しめる素敵なコミュニティです。気になる方はぜひ概要欄の URL からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。